エロイム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 。俺の名前は森田隆、童貞だ。実在するとは思っていなかったが、なんと72日間のオナキンと呪文の詠唱で召喚できると分かったのだ。若い男にとってオナキンは断食並みの苦しさだったが、いや慌てるな、こんな時は母さんを思い出せば。たかし、宿題やったの？ふう、よし、なんとか収まった。そして今日はオナキンから72日、我が召喚に応えよ。サキュバス、本当にサキュバスが俺の元に。か、母さん、呼んだら母が来た。学生、童貞です。セックスしたくてサキュバス呼んだら母そっくりの人が来て、確かにエロいんですけど、これどうすれば。いやでもそのメガネ、あ、バレちゃったけど、あ、まさかうちの息子だったなんて。どうにかしてごまかさないと。そうだわ、嘘、この子の精液すっごくおいしい。あれから数日、俺は母さんの顔をまともに見られずにいた。でもやっぱりどう考えても別人だよな。血はつながってないけど、俺にとってはただの地味で真面目な普通の母さん。でもあれ、母さんってこんなに。どうしたの？たかし、赤い顔しちゃって。そうだ、母さんがサキュバスなはずない。エロイムエロイム。そしてある晩のこと。たかし、もう宿題終わったの？寝る前ちゃんと歯磨きなさいよ。今まで気づいてなかったけど、俺は今何を。その晩、俺は久しぶりにサキュバスを召喚せず眠りについた。たかし、たかし、うん。